こんにちは、ジュビちゃんです。女子様です。貴重な休みにどうもいらっしゃいませ。激務から来ました、はい、というわけで今日はね、女子様大好き、チキンナゲットを作っていこうと思いますけど、そう、前一回チキンナゲット作ったことあるんだけど、あんまり上手にできなかった覚えがあります。で、今日はですね、ツイッターで2万いいね、ジョーさんの世界一うまいチキンナゲットというレシピがあるんで、はい、それを、作っていきたいと思いますが、もうこの書いてある通りに私は今日は行きます。珍しい。で、そう、アレンジ一切しません。で、鶏がだいたい 300g、 これ胸肉ね。で、これをね、叩いていきます。叩くと切っていきます。あ、切るのか、はい、叩くのかと思った。叩きます。どれぐらいに切るんです？細かく切ります。これちょっと筋があったら避けなきゃいけないので、これものすごい、これ切れ味悪いんでね、まな板がさ、くるくる回るんだよね。濡れ布巾かなんか引いたら、はい、そう言われて初めて。あ、だいぶ違う、だいぶ違いますこれぐらいのね、知能もないということはね。ちょっと、研いでいい？今？うん。え、そういうのは撮影前にやってくるもんじゃないんですか？こういうやつがあるのね。ちょっと。あ、この後無理。さすがにな。ここまで切れ味悪いとな。よし。さあどうなる。お、ちょっと、ま、すごいすごい、ちょっとマシになったぞ。あ、ちょっと大丈夫、手は切らないでね、はい、あなたの手の入ってないけど食べたくないわよ。よく叩いていきます。あ、お母さんやめて、うちの猫のポーチがめちゃかわいそうやんか。マヨネーズから流行ってギャグだので、ちょっと誤解なきようお願いします。え、猫じゃないですよ。犬のポチでしょ。うん。え、猫のポチと犬の様で。よいしょ。こんな感じでいいんじゃないかなと思うんだけど。これさ、ブンブンチョッパー使ったら一発だったんじゃない？いや、これはね、やっぱね。絶対包丁なんですか？こだわりがある。鉄の入れてる今。そう、ポチを叩くように。鶏肉ですね。で、卵半分ということでね。あ、半分の。はい。ナゲットの話な。うん。でも我が家の近くに実はモスがなくてですね。ああ、っていうのと、うちのね、家にいらっしゃる旦那様がですね。うちの家にいる旦那様。はい。結構食べるんですよね。ああ。で、モスには連れて行きたくないなと思ってて。あ、値段の問題ですか。そう。モスの方がやっぱり高いかな。高い。ああ、ナゲットもね、ちょっと高い。マック今いくらだろう、ナゲット。210円ぐらい。そんな安くない。250円かな。250円。あ、240円です。ここで。マックが。うん。で、モスはここで360円なんですよ。だけ高いな。ソースが1個40円なんで400円になっちゃう。え？マック派モス派っていうのがあるよね、世の中的には。うん。あなたは？どっちも好きです。どっちも好き。私が一人で行く分には、そんなに金額変わらないんで、ああ。いいんですけど、はい、旦那が伴うとどうしても食べる量が増えちゃうんで。旦那さん結構食べるよね。マヨネーズです。普段はマック派です。で、それはだからお財布の関係で、ね、お財布の関係です、うん、でも私はモスバーガーのバーガー食べないんですよ。そもそもあんたバーガーあんまり食べないよね。最近やっと食べるんですけど、うん、私ね、ハンバーガーに関しては断然マック派なんかね、うん、最近マック派だよね。昔はね、モス美味しいと思ってたこともあるんですよ。けど今はね、断然マック派。バーガーはやっぱりマックです
あのね、モスはね、ちょっと甘めにしているのと、ちょっと肉を柔らかめに食感を大事にしているっていうのはよくわかるんだけど、あ、多分日本人好みだと思うんだよね。私日本人じゃないんで、あの、そうなんです。広島、あ、肉感がやっぱりね、マックの方がね、肉を食ってるって感じがするんですよ。なので、わかるね。言いたいことは。わかるよね。わかりますか？ということで、私はマックで。ただサイドメニューとかトータルで言うと、必ずしもマックの方がっていうわけでもない。例えばね、あのオニポテとかね。そう、オニオンリングは美味しい。というわけで意見が合いましたけど、モスであの注文するときはなんかオニオンリングをつい買っちゃうんですよ。あの北山のねコンサートホールのね近くにね最近モスができたんで、あの片栗粉です。小さじ2だそうです。もうここ書いてあるんだよ。さっきからこれ見ながらやってる。で、だから。前にカンペがどうやらあるらしいんです。あのね、小麦粉と片栗粉の違いは、だから、あの、竜田揚げなんか片栗粉使うでしょ。そうだね。で、あの、小麦粉使うと唐揚げっぽくなるっていう。お酒が大さじ1だそうです。マヨネーズだけさっき測らなかった適当だったんだけど、そこにあの、うさぎさんの胡椒があるのを取ってください。かわいいでしょこれ。こういう粗挽きの胡椒が美味しいかどうかちょっと分かんないです。あのひょっとしたらそうじゃないかもしれない、うん、じゃない気もする、うん、でこれ塩を、まあ、小さじ4分の1って、まあ、こんな感じで、で私はここにスペシャルなものをちょっと足します。出た。これに関しては非常に賛否両論あると思うんだけど、これがね、ただもうただとにかく体に悪いというのは多分誤情報だと思うんです。ただこれはね、ほんと一振りか二振りか、あの入れるすぎると何でも体に悪い、醤油でも体に悪い、うん、だけど私の知り合いの、 あの料理する人の間ではあのこれは善であると味の素は適量使う分には、そうなんです、あの旨味調味料なんで、うちの姉なんかこの間ね、あのその話をしたらね、うん、え、味の素って石油から作られてんだよねって言ったので、ね、何をおっしゃってるのか、あの何言ってんのってなったのね。なんかね、昔そういうふうに言われてたんだって。あの、ね、あ、そうなん、昔ね都市伝説がいっぱいあったんだよ。マクドナルドはねミミズの肉だとかね、まだ新しい情報じゃん。味の素はね石油から作ってた、うん、あれねサトウキビとかなんだっけ、あれクワズイモじゃなくてなんだっけサトウキビとか、あの、そうなんです。旨味成分なんで。そうです。じゃああれ科学的にっていうか、化学調味料ってあの抽出してるわけですよ。それをね、旨味成分をね。だから決してね、あの石油とかそういかがしもから作られてたわけではありません。キャッサバじゃないかな。それはタピオカじゃないですか。あ、そうか。今日はそしてあのちょっとルクルーゼ移してあげてください。こうあのようにですね、ルクルーゼでも揚げ物ができるっていうね。ことが、いろいろ言われてまして、ルクルーゼは熱伝導率保温性が非常にいいので、揚げ物には非常にいい、使いやすいという声が、ありまして、私は普段揚げ物しないんだけど、ちょっと今日はねルクルーゼで油張ってます。グルタミン酸から作ってる調味料なんで、そうですね、昆布とか野菜に入ってる。でもうちのね、おじい様もお刺身食べる醤油に入れてたよ、パッパって。ああ、よく入れてた、あの親世代で、あのそういうの、あの普通に入れてる人、何してるか分かんなかったですけどね。ただね、あの確かにね入れすぎちゃう傾向はあって、うん、それはねあんまり良くない、はい、ちょっとこれ油の温度がさ分かんないんで、ちょっとうわ、じゃあいけるね。これもつけるわけじゃないんだね。そうですね。ほんでこの辺がで、私がね多分あまり器用じゃないんで、ナゲット1個ってどれぐらいかな、これぐらいかな、ちょっとあんまり自信ないです。いきます。おお、ちょっと大きいかな。これが何号目かっていうのをちゃんと見とかね。これが2号目。どうなんだろう。どれぐらいの大きさなんだろう。ちょっと
大きい気もしますけど。大きいね。大きい大きい。ちょっと小さくします。これぐらいにします。どう？じゃあジュビクドナルドは大きいでしょ。ジュビクドナルド。ああ、大きかった。ちょっと、めっちゃ大きかったんで、ちょっと次からちょっと反省します。コロッケかな？こんなのできて。唐揚げじゃん、もう。ちょっと、これはちょっとないと思うわ。これチキンナゲットじゃない。少なくとも。唐揚げ？うん。こんな感じです。はい、これからやる気出します。これから、うん、これさすがにこれはないわ。はい。まあね。これが第一弾ですね。はい。で、それでは本気でいきたいと思います。中の火通ってる本当に。いや、わかんない。落とすときにね、うまく落ちてくんない。あ、でもなんかルクルーゼすごいいい感じに上がるのは確か。うん。おすすめですルクルーゼ。家もあるんですけどね、怖くて使えなくて、ね、怖い。ああ。うち旦那がね、やっぱり。ああ。絶対焦がすと思って。ああ、そうね。テフロンの鍋のような感覚で使うと偉いことになりますよ。偉いことになると思うんですよ。はい、唐焼きとか絶対したらダメ。でしょ？はい。一応ホーローなんで、これガラスを吹き付けてあるので、それが割れるんだよね。こすったりしてもダメ。平べったく入れなきゃいけないんだけど、分かってんだけど、平べったく入らないんだよね。誰かがこれ教えて。あ、すみません、不適切なものが。なんで？今度入れるときに、どうしてもこうボチャンってやるときにこう丸くなっちゃうのね。こう滑らせるように入れようと思う。次はね。できるの？わかんない。こうやって押しながら平べったいまま落ちていけと願う。はい、できました。お願いするだけなんだ。はい、平べったく平べったくやって、で、そのまま行け、バカ野郎。バカ野郎もいるんですか。はい、います。ダメじゃねえぞこの野郎って。うわレッスン怖かったんですよ。うん、嘘つけ。私レッスンで怒ったことないよね。ある。いや怒ってないよね。なんかこうガツンと怒るっていうよりは、私ガツンと怒らないよね。じわ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 なんかまばたで首絞めまーす。それ得意です。はい、すごいねちっこいと言われたことはあります。私説教長いんです。1時間ぐらい平気で説教してたよね、うん、でも怒鳴ったりはしない。でも怒鳴ったりはしない。しない。でももうじわじわと1時間かけてずっとお前はなねち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 練習してこいよ。一言で済むことを1時間かけて嫌な先生だな。整形だけやっぱりちょっともうちょっとコツがあるんですよ、プロの、うん、ちょっとね、それをまた勉強しておきます。もうそんなチキンナゲットで動画何でも撮りたくない。ナゲットに対する侮辱だ、今のは。ナゲハラだ。ナゲットハラスメントだ、今のは。あー、かわいそう、ナゲット、うん、あ、ナゲットくん泣いてるよ。おいしくなーれ。怒ってるわ、怒ってる。ほら、ナゲット怒ってる。運動がちょっと始まっちゃった。ナゲットのナゲットを大事に、うんうん、というわけでジュビちゃん作、チキンナゲット、できましたけど、ちょっと唐揚げに見えるのか、立ちがね、もう唐揚げなんだけど、これを今すぐ、はい、食すというのもまあ普通だったらありだと思うんだけど、せっかくなので、これはYouTuber 的なことをやりたいと。なんだって、うん、ということで、今から、緑色の M と赤色の M、 あれ赤地に黄色の M のチキンナゲットを買ってきて、食べ比べをしようと。で買ってくるとだいたいね、うん、冷めてね10分15分かかるんで、そうするとだいたいフェアなんじゃないかということなんで、私がじゃ あの赤地に黄色の方に行ってくるので、女子様はちょっと緑の方を担当ということで、チキンナゲットを買ってきましょう。ナゲットだけ買ってくる。ナゲットだけね。ナゲットだけ。ナゲットだけ。ナゲットだけじゃない。ナゲットだけ。ナゲットだけか。はい、というわけで、買ってきました。これね。かわいい月見じゃん。かわいいよね。うさちゃん、はい。ということで、はい、こちらビッグマック。ナゲットだけじゃん。
ちょっとね、はい、そしてチキンナゲットです、チキンナゲットですね。女子様のモスバーガーから、はい、ちゃんとね、お約束通り買ってきましたよ、うん、ナゲットナゲットだけって言ったじゃん。ナゲットだけ。なんでそんなにたくさん買うの。なんかしばらく行ってなかったから食べたくて。オニオンフライ、ほらなんかいっぱい入ってるなと思ったんだよね。オニオンフライだそうですと、はい、えオニオンフライ。ソースをちょっと一個追加で作っていい。これ、はい、アボカドです。アボカドで、これをね、ちょっとすごい適当なんだけど、剥きます。こうちょっとまたこれも叩きます。うん、でこれも潰します。そうです、マヨネーズ、めんつゆをバーっていきます。こんな感じね、ごま油と、万代特選一番搾りを入れます。私がいつも作っているさ、アボカドサラダと同じなの入ってる。あ、そうですね混ぜていきます。はい、これでアボカドソースもできました。マスタードソースですね、バーベキューソースというわけでですね、並びました。やっと本題に入ります、はい、待ってました。パチ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 というわけで、まず1番、モスチキンナゲット、ここはマクチキンナゲットね、うん、ジュビナゲットと並びましたところでですね、今から、試食をします。ソースじゃあここに置くんで、はい、どれから行きましょう。やっぱアンパイから行きたい。どれ、ああ1番から順番に行きましょう。1番からでは、モスチキンナゲットからいただきましょう。はい、はい、あ、まだあったかい。あったかい。ソースはだから好みでいこうか。うん、一旦私普通のやつにしよう。じゃあ私もバーベキュー。いただきます。いただきます。そうね、美味しい、美味しいね、うん、うん、ここのナゲットはなんかね、これちょっとジューシーなんですよ、うん、そうそうそう、うん、いつ買ってもなんか同じ安定した味な気がする、うん、で、弾力もなんかいい感じで、うん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 、うん、美味しい、おいしいね、うんうんうん、うんモスの巻き。そうですね。では、赤と黄色の、マコドナルドの、チキンナゲットね、こちらいただきましょう。はい、どうぞ。取りやすい、こんにちは。いやいやいや、このまあ、いや。衣がね、なんか、うん。そう。どれいきますか。私マスタードにします。じゃあマスタード私も。じゃあいただきます。これ、うん、特徴はまず外のカリッと感がやっぱりモスに比べてちょっと衣が厚い感じに感じるのね。でちょっとカリッとしてて中もちょっと軽いんですよ、うん、モスの方がしっとりして中が詰まってる感じ、こっちはなんかクリスピーで軽い、そんなイメージですね。スナック感がこっちの方が強いかな、うん、おいしい、うん、美味しい。なんか15ピースでちょっと安くなってる日あるじゃないですか。うんうん、あの時に買って、うん、5ピースだけ食べて残り10を冷凍するんです私。あ、冷凍しといても後でいける？美味しい、うん、いける。いよいよこの時間がやってまいりました。今日の本題でございます。まあ、ジュビちゃんが作ったんだけど、レシピはジョーさんの世界一うまいチキンナゲット。ただまあ揚げたのは私なので、これはどうかっていうのは分かりません。大丈夫なやつ。大丈夫だと思う。中身生とかじゃないですか。火は通ってると思うな。うん、うん、じゃあどうしようかな。まあまあまあ、じゃあちょっと両方肉ためにちょっとバーベキューソースにしようか。はい、で私もバーベキュー失礼します。ではいただきます。いただきます。
味しいんだけど、うん、なんだろうな、衣、うん、なんかお家で作る分にはすごく美味しいナゲットな気は、それ私は、うん、そうだね、胡椒粗挽きよりもなんかよくあるほら、うん、塩胡椒とかの方が良かったかな。あ、そうですね、あ、でもあの、いや、美味しいです、うんうんうん、これね、私の揚げ方が下手、やっぱり成形がね、下手なんだと思うわ。だから揚げ方でもっと美味しくなると思うし、うん、で、しかもこれ揚げてから30分以上、うん、あの私たちあの買い物行ってたんで、そう考えるとありです、一斉に一番美味しかったやつを指差しましょう。ただもう全然みん全部す、ね、衣から違うから、ね、うん、もう三色三色みたいな、何言ってんの、三者三様、三者三様ね、はい、というわけで、いきましょう、せーのでいきますね、はいはい、指映るように取ってね、あ、自分のね、この辺、あ、私のね、ここ、だからですけど、三、せーの、つえーモス、おいしい、あ、やっぱりね、モスがやっぱりチキンナゲット一番おいしい、うん、本当にもう改めて思った、うん、マックも美味しいし、うん、でこれ手作り感もすごい美味しいんだけど、このモスの美味しさはちょっとね、うん、再現できない、うん、できないかも本当に。ビッグマックです、これね、私マックのメニューの中では一番好き。あと朝の、あのソーセージエッグマフィン、あれも好きね。こんなことしたことないんだけど、持ち帰りで買って帰ったので、せっかくなんで、メニューをちょっとアレンジしてみようと思います。で、さっきのアボカドの残りを、挟んでいくんだけど、これでよくね、あの輪切りにして入れたりするんだけど、このあのちょっと私はあのこういうふうに、あの、あ、こ細かく、あれレタスがいっぱい入ってるのがね、特徴なんですけど、これ全部入れるのは無理だよねこういう感じで、突っ込んでいきます、さらにここにトマトを入れていこうという魂胆でございまして、これもよくハンバーガーとかっていうのはスライスのも入ってるんだけど、うん、なかなか食べにくいので、これはもうこうやって、はい、こういう形で、ほんでこれを非常に食べづらいんだけど、落ちてるよボロボロ、ビッグマックっていうのはもうほら見て落ちたよ、こうやってこのままいただくのがやっぱり美味しいと思います。私も大好きなビッグマック、皆さんもやってみてください。いただきます。うん、最高、ライスバーガー、うん、美味しいよねこれね、食べたことない、え、ないの本当に、はい、あなた何十年も生きてきてまだライスバーガーを食べたことがないんですか。ここのはない、え、ライスバーガーを食べたことがないんですか。マックのはあります。あ、マックのね、モスが元祖だからね、はい、こんな感じです、はい、映ってるね。映ってます、はい、じゃあ、あのね、引き続き、ハンバーガーパーティーを続けたいと思います。いや、チキンナゲットパーティーだね、はい、というわけでまた見てください。